堂々と鎮座しているのはパプアニューギニアのカヌー、ラカトイです。かつて交易に使われました。乾燥地帯で焼いた素焼きの壺を持って湿地帯に行き、食料と交換したのです。ラカトイは大きな丸木舟を何本もつなぎ合わせてできています。こうすればたくさんの荷物が積めるのです。独立記念日の祭りです。現在は使われていないラカトイを昔のように組み立て、人々は盛んに行われた交易の歴史に思いを馳せます。ラカトイは海に乗り出した祖先の勇気を称える誇るべきカヌーなのです。